ウィンチェップ、ウィンチェップは、かつてイット社参加であった、センヤーテクノロジー社が開発した X86 アーキテクチャの CPU ブランドである。製品化されたシリーズには、ウィンチェップ C6、ウィンチェップ2がある。その他ウィンチェップ3、ウィンチェップ4も計画されたが量産には至らなかった。外部とのインターフェースは、ペンティアムと同じソケット7であり、 サイリックス 6X86 シリーズ、AMDK5、K6 シリーズに続く、第3のソケット7互換 CPU と位置づけられる。先行2社が、ペンティアムより高性能な、ペンティアム E に対抗しうる CPU を目指したのとは、異なり、ウィンチェップアーキテクチャは、ペンティアムと同程度の性能を可能な限り低コストに実現する、ことに重点が置けれている。そのため、 極めてシンプルなアーキテクチャをとっており、ペンティアムのようなスーパースカラーアーキテクチャを採用せず、1クロックあたり1命令しか実行できない、口述の通りウィンチップ2以降は、MMX 命令もしくは 3DNow 命令のみ、どちらかを2命令同時実行可能である。このことからペンティアムよりむしろ1世代前の i486 に近いと言われることもある。コア部分がリスク方式になっており、 各機械語命令をリスク命令に変換してから実行するが、使用頻度の高い X86 命令のほとんどを単一のリスク命令に変換できるようにすることで、0点子の低減を図っている。このことと64クバイツ、命令32クバイツ、データ32クバイツという大容量の一時キャッシュの効果によって、同クロックのペンティアムに匹敵する性能を発揮する。 内部構造が単純化されているため、他社の製品に比べて安価で、消費電力が低いという特徴がある。ただしパイプラインが5段と浅いため動作クロックを高めることは困難であった。また、初期の WinChipC6 から、インテルのマルチメディア拡張を命令セットである MMX に対応している。しかし、動作クロック周波数が最大 240MHz と低く、 絶対的な性能が低いためメーカー製 PC にはほとんど採用されなかった。w i n c h a p 2 a まで V と V を分離しない単一電源仕様。電圧は 3.3V 版と 3.52V 版の2種類があるになっていたため、保証外ながらソケット5でも使用可能であった。また、Pentium との動作互換性が高く、Pentium 以外の CPU を想定していない古い。 BIOS でも動作することが多かった 6X86 や K6 は BIOS によるサポートが前提であった。さらにマザーボード側で1.5倍に設定すると、ウィンチェッ p は4倍として認識するため、倍率設定に制限のある古いマザーボードでも利用可能であった。このため、ペンティアムの環境でも問題なく動作させられることが多く、 値段が手頃であったこともあって古い PC のアップグレードパーツとして人気があった。1997年5月に発表された WinChipC6 は整数演算に関しては同クロックの Pentium とほぼ同等の処理速度を発揮したが不動小数点演算に関しては不風命令の一部しかパイプライン化されていないため演算速度が劣っていた。また、 MMX 命令にも対応するが実行ユニットが1個であるために命令を同時実行可能な MMX Pentium と比較して処理能力は大きく劣っていた。動作クロック周波数は 18225240MHz の4種類がラインナップされた。内部クロック倍率は外部クロックの整数倍の設定しかないため、 最上位の 240MHz 版では、外部クロックを 60MHz に落とさなければならず、60MHz4、Pentium 233MHz、66MHz3.5 と比較して、イオ性能が低下するという問題があった。1998年5月に発表された、ウィンチェップ2では、ウィンチェップ C6 の弱点であった。 不動小数点演算と MMX に改良が加えられている。不動小数点演算に関しては、不風をすべてパイプライン化することにより、スループットを向上させた。また、MMX 処理ユニットが増設され、2命令同時実行可能となっている、整数及び、不動小数点演算命令は従来と同じく1、命令ずつの処理となる。またこの MMX 処理ユニットは、 AMD さんらを命令にも対応するように拡張された。これらの改良により、整数演算、不動小数点演算、MMX のすべてにわたって、同クロックのペンティアムに匹敵する処理能力を発揮するようになった。動作クロック周波数及び内部クロック倍率に関しては、WinChap C6 と変わっておらず、240MHz 版で、 外部クロックを 60MHz に落とさなければならない、問題はそのまま残された。266MHz 版、66MHz4 もアナウンスされていたが結局出荷されることはなかった。1999年には、マイナーチェンジ版であるウィンチェップ2レブ A 以下、ウィンチェッ p 2A と表記が発表された。w i n c h ッ p 2A は、 外部クロック周波数百 MHz のスーパーソケット7、規格に対応し、動作クロック倍率は0.5倍刻みの設定が可能になった。さらに2.33倍、3.33倍という変則的なクロック倍率もサポートしていた。WinChip2A では、従来の実クロック表示ではなく、スピードグレード、PR レーティングとほぼ同じものによる、 グレード表示がされており、最上位の WinChip2A-266 は、実クロック 233MHz、100MZ2.33 であり実クロックと、グレード表示が一致しなくなった。センアーテクノロジー社は、WinChip2A 以降のロードマップとして、以下のものを発表していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。